今回の話のメインとしてブラームコホモロジーの、まあ、定義と少しの計算をしたいと思います。で、それがまあ、ボト2の最初で紹介されているお話なんですが、今日はここをメインにしていきます。思い出しておくと、こう空間があったらそれの解像度として何か不変量を得たいということでした。で、その時に、まあ、微分形式を使うのがドラームコホモロジーだよという話をしました。その具体的な話を今からしていきます。新しい記号なんですが、M 上の、球形式をすべて集めてきたものとして、オメガ QM というベクトル空間を考えます。まあ、その球形式は足し算とか実数倍ができるので、これはベクトル空間になっています。で、そうすると、こう、M 上の、Q に限らない微分形式全体っていうのは、こんな感じで書くことができます。こう0形式、まあ、つまり関数があって、で1形式があって、まあ、2形式があって、どん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 ついていくわけですね。で、その微分形式の間には、その微分形式の次数を1個上げるという、外微分っていう操作がありました。なので、こう、列になってるわけですね。こう、微分形式たちが、0時から1時、1時から2時、2時から3時、こう、一つの列を成していると。で、そういうところから、実はその、そういう一列のものがあったら、そこからコホモロジーを作るっていう操作が、一般的に知られてるんですけど、今はそれを使わずに、微積分の話だけで、今話したいと思います。実はですね、その M 上の球形式全体を見るっていうのは結構大変なことで、情報量が多すぎて、まだ手に負えないんですね。なので、その中で特に、こういう空間を、部分空間を考えます。それは何かというと、カーネル D って書いたんですが、外微分をしたら0になる。D オメガ0っていうふうになるような、微分形式オメガを集めてきたものを考えると。まあ、一つの言い方としては、D オメガイコール0っていう、まあ、いわゆる微分方程式の解になっているようなもの全体ってことですね。そういう微分方程式の解空間を考えます。で、そういうその、この D オメガ0を満たすような、オメガがどれだけあるかってことを考えるというのが、まあ、コホモロジーの考え方です。すいません。ちょっと声が裏返っちゃったんですが、D オメガイコール0を満たすような微分形式がどれだけあるかというのを数えるということです。なんですけど、これでもまだ実は情報量が多すぎていて、まあ、今特別な微分方程式を考えてみたんですが、実はこの中には自明な解が山ほど入っていることが、簡単に確認できます。それどういうものかというと、オメガっていうのがもし、なんか、タウっていう微分形式を使って、d タウというふうにオメガが表されているとしましょう。でそうすると、そういう d タウっていう形をした微分形式っていうのは、これ、外微分を取ってやると、d オメガっていうのが dd タウになるので、dd っていうふうに2回連続するわけですね。なので、それは0になってしまうと。だから、どんな微分形式タウを持ってきても、d タウっていう形の微分形式考えたら、簡単に解が作れちゃうんですね。そういう意味で、そういうのを自明な解というふうに呼びます。そういうのは無視したいと。で、そういう、その、自明な解を無視した後の、その、微分方程式、d オメガイコール0の解空間、カーネル D っていうのが、ついに定義されましたが、M の9次ドラームコホモロジーというものになってます。まあ、簡単に、今の言ったことをまとめると、M 上に住む非自明な微分形式を数えるのが、ドラームコホモロジーの考え方です。だから、その、そうですね。なんか微分方程式を考えてやって、で、その中から自明な解を削り取った後の姿っていうのが、ドラームコホモロジーというものです。で、ここまでその情報量を削り落としてやると、この HQM、M のドラームコホモロジーっていうのが、まあ、だいぶ素性が良くて、まあ、わかりやすい。自分らにとってはわかりやすいものになってます。だから、まあ、そうですね。解像度は結構落とされてるとは思うんですけど、まあ、そこはトレードオフになっているということですね。その解像度を落とす代わりに分かりやすくするっていうのと、こう、解像度を落とさないんだけど、その分難しい不変量が出てくるっていう、まあ、そのどっちを取るかってことなんですけど、まあ、今回はそういう、解像度をできるだけ落として分かりやすくしたものを考えるということです。まあ、それでも計算は結構大変なんですが、まあ、こういうものを考えてみましょうと。で、そういうふうにその、なんか空間の上にどういう微分形式が、住んでいるか、あるいはその、ひじめな微分形式が少ないか多いかっていうことを見ることによって、空間は区別できるだろうっていう、そういう思想ですね。
がドラムコホモロジーの思想になってます。時間がもしかしたら足りないかもしれないんですが、ちょっと頑張ってやっています。今、考えられる空間は結構限定されてしまうんですが、まあ実数直線の場合で、ドラムコホモロジーの計算がどうなってるかっていうのを少し実感していただきたいと思います。ですね。今考えている微分形式は、その M が実数直線なので、ゼロ形式、関数と、あと一次微分形式しか考えることができません。実数直線上で、二重積分とか三重積分とかできないので、考える微分形式は一次までです。そうすると、まあ、こういうふうに外微分の列があるわけですね。で、今、ゼロ次のコホモロジーを計算しようというふうに考えてみましょう。定義からどういうものかっていうと、実数直線のゼロ次のコホモロジーっていうのは、こういう外微分したら、ゼロになるような、ゼロ形式、つまり関数であって、で、自明なものは無視しましょうということですね。ただ今、ここは形式的になんですけど、ゼロ次の微分、外微分をしてゼロ形式になるものって、まあ、ないわけですね。そのマイナス1形式を積分、外微分して、ゼロ形式になるってことが考えられますけど、マイナス1形式っていうものは、こう積分はよくわからないので、それはないとしましょう。なので今はその自明な解を無視するっていう操作は今考えなくていいと思ってください。つまり今の話っていうのは、外微分したら、消えるようなゼロ形式を数えるということです。なんですけど、それっていうのは、ゼロ形式っていうのは関数だったし、外微分っていうのはゼロ形式については全微分だったので、全微分したらゼロ。つまり、その微分してゼロ関数になるっていう条件になってます。なので、それ定数関数なんですね。だから、この今考えてる、まあ、微分方程式の解空間っていうのは、定数関数全体ということになります。定数関数全体っていうのは、その定数値で代表することができるので、結局、この実数直線のゼロ次のコホモロジーっていうのは、こういう一次元の実ベクトル空間 R になるということがわかります。で、今ちょっと注意なんですけど、ここに入ってる空間としての R と、ベクトル空間としての R は違うものだと思ってください。この括弧の中に入ってる R っていうのは空間のことで、今出てきたこの R っていうのはそれとは関係ない、実ベクトル空間です。で、同じようにして一次の計算をしてみます。ちょっと時間があれなんですが。ですね。一次の微分形式の話で考えてみると、そうですね。ここはしっかり説明しましょう。まず一次の微分形式の外微分をするっていうのは、まあ、1形式から2形式を作るっていう操作なんですね。ここの操作です。1形式から2形式を作る外微分っていうのは、まあ、それはあるんですけど、今2形式っていうのはないというふうにしていたので、外微分して、今この実数直線上の1形式っていうのは外微分したら必ず消えるというふうに思っておきます。なのでそうすると、このカーネルっていうのは全体っていうことになって、まあ今は1形式全体が、解空間になっていると思ってください。で、もう一個その中で、こう、前からの外微分で来ているようなものを無視するということですね。自明な解を無視するということが、今の条件です。1形式であって、D なんとかで表されているものを無視するというのが、今、一次のコホモロジーになります。っていうところまで来たんですけど、実はこの D が全差になっているってことが、わかります。つまり、どういうものをこのオメガ1の中で無視しましょうって言ったら、全部無視してくださいというのが、結果です。で、その証明を見てみると、実はそこには、微分積分学の基本定理を使うんですね。それを紹介してみようと思います。今 D が全差ということを示したいので、1形式 FXDX の2にとってきましょうと。で、これが D 何とかで表されたら、まあ、僕らの価値なんですが、この時ですね、この F をなんか積分した形の関数を考えてみましょう。まあ、0形式 GX というふうに書いていますが、GX っていうのを F を積分した形で定義します。でそうすると、これの外微分を考えると、F を積分した形のやつが G なんで、G を微分したら、微積分学の基本定理から F に戻ってくるんですね。
なので、1形式勝手に取ってきたら、まあ、それの積分を考えてやると、そういう FDX、FXDX っていうのが、DG というふうに表してしまったと。だから、どんな1形式も D なんとかで表せてしまうので、このイメージ D っていうのは、オメガ1全体になっているということがわかります。なので、ちょっと結果を書いてなかった気がするんですが、実数直線の1次のコホモロジーっていうのは、ゼロベクトル空間になるということが、わかります。まあ、こんな感じで、まあ、今簡単な空間で計算をしたんですが、まあ、こういう計算をして、行くのがドラームコホモロジーってやつです。だから本当に微積分で、空間の形に迫ろうとするんですね。で、ちょっと話が足りなくなってしまうと思うんですが、実はですね、ドラームコホモロジーと並列して、ボット2で紹介されているのが、コンパクト大コホモロジーっていうやつです。それ何かというと、基本的な思想は同じなんですけど、なんか微分形式を考えて、まあ、それの中で、回空間の中で地面の中を無視するというふうに作るのは同じなんですけど、その微分形式で考えるものについて、コンパクト台を持つっていう、そういう、なんか条件をつけておきます。その何かというと、そうですね。そのモチベーションとしては、微分形式っていうのを考えると、それを積分したくなるっていう話をしました。なんですけど、もし M がこう、実数全体とか、平面とか、空間全体とかいうふうになっていて、なんかこう、無限に広がっている空間 M を考えてしまったら、その上で微分形式を積分するっていうのは、いわゆる公義積分、公義積分になるわけですね。だから、微分形式は積分されたがっているのに、全体では積分できないっていう悲しい現象が起きてしまうわけですね。なので、そういうのを、なしにして、こう積分値が発散したようなものは考えずに、必ず積分ができる保証があるっていう微分形式だけ考えましょうっていうのが、このコンパクト大コホモロジーってやつです。で、今、まあ、このコンパクト大については定義はしないんですが、まあ、大体こう、こういうふうに一番下の図みたいに、なんかあるところだけで値を持っていて、他の比喩解領域ではゼロになっていると。まあ、そういうものが、コンパクト大だと思ってください。だから、必ず微分形式が積分できるっていう舞台を用意したのが、もう一個のコホモロジーで、コンパクト大コホモロジーっていう、まあ、ドラームコホモロジーの亜種です。で、計算をしたいんですが、さっきと同じようにして、実数直線上で話をしていきましょう。で、実はですね、ここが面白いところで、さっきのドラームコホモロジーの亜種として、コンパクト大コホモロジーっていうのを定義したんですけど、計算の中で事態が一変します。どういうことかというと、ゼロ種のコホモロジーを計算してみましょう。あ、で、すいません。あんまりちゃんと説明しなかったですが、この、コンパクト大コホモロジーっていうのを、意味するために、区別するために、この H の下に C っていうふうにつけて、コンパクト大を表すことにします。途中までの計算は同じで、あ、すいません。ですね。この、定数関数全体が、ドラームコホモロジーですよっていう話をさっきしてました。だからそこまでの条件は同じです。なんですけど、今はその定数関数の中でもコンパクト台を持つようなものしか考えちゃいけないよっていうふうになってます。なので、そのせいで、定数関数っていうのは、実数直線上でこう、ずっと1っていう、例えば定数関数だとしますね。でそれって実数全体では積分ができないわけですね。値が発散してしまうわけです。だから、今の状況では、もし、この解にな、この微分方程式の解になっているとしたら定数関数だけなんだけど、ゼロじゃない定数関数っていうのは、積分が収束しないので、今は考えちゃいけないんですね。っていうことで、定数関数かつコンパクト大を持つっていうのは、ゼロ関数のみになってしまいます。なので、さっきはここ、1次元のベクトル空間だったんですけど、コンパクト大コホモロジーを考えると、ゼロ空間になってしまうという現象が起きます。で、同じように一次でも考えてみましょう。で、同じように、こう、一次でも、さっきやってた、積分を使えば、ここはわかるよって話だったんですけど、ちょっと話が変わってきます。で、ここでは、まあ、
結果にストレートに話を進めていこうと思うんですが、ここではですね、コンパクト台の強みとして、このコンパクト台の微分形式だったら必ず積分ができるっていうのをうまく活用していきます。なので、積分写像として、こう実数全体で積分するという写像を考えましょう。もしこの定義域がコンパクト台だけじゃなかったら、積分が無限大に発散するものもあるので、そんな考えちゃいけないんですけど、まあ、コンパクト台を持つとしているので、この積分写像が、うまく定まっています。実はですね、こういうふうに積分写像を考えてやると、今考えたいこの悪いイメージ D のこのイメージ D ってやつが実は、この積分の核になっているところが、計算でわかります。で、詳細はちょっと詰められないんですが、注意しておきたいのは、この計算も、微積分学の基本定理が本質的に働いているということですね。微積分学の基本定理が成り立つということ、てか、これを使うことが、このコホモロジーを計算する主要部になっています。だから、なんて言うんでしょうね。ドラームコホモロジーとかコンパクト台コホモロジーっていう、なんか、コホモロジーっていう、高尚な不変量を計算する際に、ドラームコホモロジーにおいては、それが、学部1年とか2年でやるような、積分を使って、微積分を使って、そういう不変量を計算できるっていう、そういうところが、このボト2の中でも強調されているものになってます。で、ちょっと具体的なところは省いてしまうんですが、結果だけ、話してしまうと、ドラームコホモロジー、実数直線のドラームコホモロジーっていうのは、0次で、1次元。他のところは全部0次元というふうになってます。で、反対に、コンパクト台コホモロジーでは、0次では0で、実はこの1次のところでは、1次元で、他のところは全部0次元というふうになってます。こういう、2種類の異なる、不変量が今得られたというふうになってます。でですね、こんな感じでドラームコホモロジーのイントロは終わりにしてしまうんですが、強調しておきたいのは、このボット2を読むとですね、わかりよい空間っていうのは、微積で地道にドラームコホモロジーが計算できるということです。例えば実数直線とか、あとは、あれですね、ユークリッド空間全部そうなんですけど、R2 とか R3 とか、いうのは、本当に微積分で計算ができてしまうということが、ボート2の推しポイントです。で、ただ、もっとですね、実数直線とかそういうじゃない、もっと複雑な空間で、ドラームコホモロジーを計算したいというのが、本当はメインなんですね。見えない空間を計算したいというのがメインなんですけど、そこに、今回は紹介しない代数的な道具っていうのを多く駆使するっていうのが、このコホモロジー理論のポイントかなと思います。